照明なんか。で、現場の人に話しかけることもできるんですか？もちろん、はい、ちょっと今、ハウリングしちゃったんで、あれなんですけども、はい、例えば、ここにちょっとマイクがあるんですけど、はい、もしもし、聞こえますか？みたいな感じですね。なるほど、はい、なるほど。あとは、写真を、これ、例えば現場で今、上のカメラなんですけども、はい、こんな形の時に写真をカシャって撮りますと、はい、こういう形で高品質のですね、正確には360度ではないんですけども、はい、だいたい270度ぐらいのこういった、VR というかですね、写真になって、例えばこういった形で書き込む、ここをちょっとこんな感じで書き込んだりとかして指示をしたり、これをクラウド保存というふうに形にしますと、写真がクラウドにアップロードされて、打ち合わせした内容がすり合わせになる。でこの状態でもちろん喋ったりとかすれば現場とのやり取りができるんですね。でこの画面を iPad とかこれ持ってるのも iPad に表示させることもできます。はい、こういった形でいろいろの情報共有ですね、はい、現場とのやり取りができるというのが、はい、仕組みになっております。はい、はい、講習の担当もしておりまして、はい、そうそう。